とみんなにも見てほしいんだよ。カメラじゃもう分からんかな。いや、分かるな。使ってもらおう。使う使う使う。あちんちよくとどうも、あつひな。はい、よろしくお願いしまーす。ということで、僕はベジップスが大好き。わーわお、わお。ということで、いろんな野菜をチップスにしよう。わーい。わーい、いな。健康志向。健康志向です。うん。ポテトチップスも別にじゃがいもなんだけどね。そうなんです。え、揚げるの？揚げます。じゃあ健康志向じゃねえや。いや、野菜を取ってると自立が大事、結局は。確かに。今回はいろんな野菜を使います。これ大丈夫？エリンギ。エリンギちょっとね、なんかどうなんだろう。エリンギチップスってこと？うまい。食べたことない。きっとうまい。あいたけの方がいい。あとはまあさつまいも、当たり前にうまい。人参。人参ってチップスにする？たまーになんかいるよね。するかな、自然のやつとかで。で、俺大好き、ごぼう。まあうまい。で、かぼちゃ。まあうまい。かぼちゃ。はい。で、あと普通のじゃがいも。じゃがいもね。はい、うん、ポテトチップスです。はい、はい、ということでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よし、よし、よし。ほいほい。早くスライスしてよ。スライス、スライス。削ってくれんの？スライス間違おるぞ。スライス間違おるんだ。はい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 、やります、やります。ちょっと待って、はい、はい、ちょっと待ってね。まずじゃがいも、もう皮付きでね。目だけ取ってよ。目取るだろ。怖いながら。だる。何やってんの、あしと。だるい人。何？え、それかモスバーガーみたいな感じにする？あ、じゃあそれフライドポテトや。フライドポテト。それフライドポテトや。どうぞ。おろしまーす。ひたすら、とりあえず全部スライスしまーす。この未来だ、世界一を占領。なんかアレンジしてる。うわ、めっちゃできた。うわ、ね、こんなもんでいいんじゃない。こんなもんでいいか。かぼっちゃ。かぼっちゃ。かぼっちゃ。笑いにこんなことさせていいのか。いや、まだ酔ってない。酔うにはあまりにも早い。え、でも言い方今酔ってたよ。いや、まだ酔ってない。何枚か俺の肉入ってるよ。えぇ、いらにー。おい、ありがたく食え。全然変わるよ、ずっとやってくれてるけど。いや、裏でルンクがずっとやれやれ言ってきたんです。スライス間違おるぞ。スライス間違おるんだ。ずっと言ってきたんです、彼が。逆パワハラだ。はい、そしたらなんかいろいろねできました。スライス終わりましたということで、主にちょっと水分量が多いですね。じゃがいもとかさつまいもはしっかりちょっとね、キッチンペーパーで水気を取ってあげましょう。しないと爆発します。おい、わっしょい。ほんまに、ほんまにわっしょい。ほんまに気をつけて揚げてこうね。180度がいいよ。だいたい180度か160度だよ。よく火出てるよ。うん。え、どういうこと？どういうこと？火出てるよ。火出してる。もうだるいって。じゃあ酔っ払い2人に並んでマジで。今酔っ払っていいのが下着だから。なんで？今のどういうことマジで。火出てるよ。もう何？今酔っ払っていいの下着じゃん。なんで？酔っ払ってルンクにだるがらみしていいのが下着だから。一人ずつだから。一人ずつね。順番子じゃないと。あ、だるがらみはしてくるんだ。じゃあ、どっちかはするけど、どっちかじゃないとルンクがちょっと怒り始めるから。まあ、じゃあ、どっちかにしてくるのやつ。うん、マジで明日だな。さあ、ということで完成いたしました。まず定番ポテトチップス、エリンギ、かぼちゃ、ごぼう、さつまいも、ということで食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。いただきます。じゃあ普通にじゃあポテチからいただこうかしら。いただきます。ポテチ
うまっ。ポテチだ、うめぇ。普通のポテチよりうまくね。なんか、じゃがいも3つよくてうまい。うん、香ばしいね、うん。うまいね。一生飲める、これで。で、これがかぼちゃ。かぼちゃ。いや、うまっ。え、かぼちゃうまそう。かぼちゃうまい。うまっ。え、なんか甘みが。うん、なんかこれマジで無限。あ、これうまい、マジかぼちゃ。うん、これがごぼう。うまごぼう、うまごぼう、うまごぼう、マジでめっちゃ好きかもしれない。うん、うん、めっちゃ好き。いや、もう全部うまい、うん、なんか普通に食べるよりもなんか数倍うまみも甘みも増してる。うん、うん、で、これがさつまいも。僕大好きなんですよ、これ。これも俺も大好き、うん、お札だ、お札。うわぁ、大本命。うまい、お札だ。うん、うめぇ。さすが。いいね、今の季節いいね。ね、確かに。うん、エリンギね。エリンギ。いただきます。まあ、うまいよ。あ、うまい、うん、うまい。もっとあげた方がよかった。食感がキノコだなって感じ。うん、それぞれ一番、ね、一番美味しいの、うん、どうしよう、迷うね、これは。迷う、どう決まった。むずいな。まあ、せーので言うか、うん、じゃあどれが一番好みか、はい、言いますね。せーの、ごぼう。あ、さつまいも。いや、ごぼうやった。ここの二択だった。もうここだったな。あ、さつまいももうまいけどね、もちろん。うまい、どれもうまい。でも、うん、酒に合うんだったらごぼうかなって思った。それはそう、うん、でもなんかね、全部割と塩効いてんのよ。ちょっと塩振りすぎたか。なんかどれでも正直飲める、うん、ね、ほぼもうなんなら塩全然振らないまであって。いい、振らなくてもいい、うん、もはや、うん、野菜好きな人とかは多分なくても全然美味しいと思う、ね、かぼちゃとかさ、さつまいも、それそのまんまで全然うまいね、これ。え、ごぼうもいらんし、うん、うん、どれもいらんかったかも。マジでうまい、うん、マジでうまい。これマジ、あの、男の子止まらんやつ。これはやった方がいい、家でパーティー、うん、はい、ということで今回は、はい、まあ、いろんな野菜をね、自家製チップスにして、うん、食べたんですけど、どれもうまかったです。うまい、本当に本当にうまい。雰囲気もうまいし、全部うまい。一番決めたものの、うん、もう結局そういうことです。そう、みんなうまかったんで、油で揚げりゃなんでもうめえんだ。これマジでうまいんで、これぜひ皆さん、うん、あの、やってみてください。はい、普通に美味しいんで、うん、はい、ぜひ、ということで、はい、本日の動画でございました、うん、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ベイベイ。